この動画は新規ビッグ社とブランドバディーズさん共催のセミナーでいただいた質問をまとめたものです。コースになっていない単発動画も登録して自由に見せることができます。はい、できます。単発動画でももうこれまで YouTube とか Vimeo にアップしてたのをそうじゃなくってもうここで見てくださいみたいな感じで、新規フィックに登録してもらって見せるっていうのもできます。で、新規フィック何がいいかって言ったら Vimeo とか YouTube にアップしてもそれ見てくれたかどうか分かんないじゃないですか。でも誰が何パーセント動画を見てくれたかっていうのが分かるので、登録だけしたけど結局全然見てないじゃんっていうような感じで興味の度合いが分かるっていうのがとってもいいかなと思います。商材のボリュームの目安はありますか？ページ数、時間の目安はありますか？これ足立さんから回答しますか？これはないです。5時間6時間のものから20分ぐらいのまであります。極端な話ですね、例えば無料オファーだったら別に動画じゃなくてもいいんですよ。 PDF をボンってそこに載せちゃって、これで講座どうぞお使いくださいみたいな感じで PDF だけポンと、 PDF って普通配っちゃうじゃないですか。配らないでもうそこで新規フィックに載せちゃって、でワンレッスンだけみたいな感じでも全然 OK だと思います。新規フィックって動画を置く際は容量制限とかありますか？1レッスンは2ギガっていう容量があります。なので新規フィック内でレッスンとして見てもらう場合は2ギガより超えると、1レッスンいけないので、むちゃくちゃ長いやつだとちょっと分割していただかないといけないっていうことになります。まあ、ちょっと裏技的なことだと、例えば Vimeo とかに動画を置いてそのリンクを新規フィックの講座の中で見せるみたいな感じだったら容量関係ないかなと思うんですけど、新規フィックの中に動画をアップする場合は1つのレッスンで2ギガです。コンテンツの動画はとですね、容量を小さくして2時間分ぐらいアップできます。とにかく2ギガっていうのが決まってるだけなので、別に2時間でも2ギガ以外であれば大丈夫です。で、デザインはカスタマイズできますか？できます。カスタマイズできるっていうのはどんな感じかな、例えば CSS とか HTML をいじってむちゃくちゃ細かくカスタマイズするってことでしょうかね。その場合はですね、上位プランだったらできます。私はそこまで詳しくないのでやってないんですけど、デザインテンプレートっていうのはすごくいろいろあって、いろんなパーツを組み合わせていろんなデザインのページを作っていただくことはできます。で、細かに全体の色を変えるだとかなんとかってい こう CSS いじるっていうのは上位プランだったらできます。限定公開で見る場合はアカウント登録しなくて、基本的にですね、アカウント登録してもらっています。プライベートコースの具体的な使い方は、例えば私商工会議所さんで依頼された登壇セミナーの資料をそこに置いたりとかするときに、勝手に誰かに登録されたら困るので、リストをいただいて、で、その方、こちらで手動で登録して、で、登録した人だけ見れるっていうような、そういうような使い方とかをしています。で、次は動画の、ダウンロード可能設定。はい、できます。ダウンロードを生徒さんができないようにできますか？できます。自分で収録した動画ファイルをアップロードすれば、Zoom などを利用しなくても講座は作れますか？はい。できます。他社で売っているオンラインラーニング講座内容、新規フィックで販売することはできますか？新規フィックでできますけど、他社さんの規約によりますね。うちで販売しているものを他で売っちゃダメですっていう規約になってたら、新規フィックで売ることはできないですよね。スターパーチス機能において購入者がクレジットカード上もう一度入力する必要がありますか？それともワンクリック購入できますか？最初に何か有料のものを買って、もう一回次に有料のものを買うってことですよね。これはですね、そのパターンを私はやったことがないのですいません。多分入れないといけないような気がしますね、もう一回ね。追加で購入できるようにするってことですか？普通のショップみたいに2個商品を買うとかじゃないんで、購入完了した後にもう一回だから、多分、もう一回入力しないといけない気がしますね、おそらく。アフターパーチェス機能を使った場合、なぜ外部へのリンク誘導が必要なのですか？別に必要ないですけども、新規フィックの中の講座を買うだけじゃなくって、もっと他の新規フィック以外の何かご提案をするのがある場合ですね。外部にリンクするっていうのは。
ありだと思う。例えばこんなイベントにご参加になりませんかとか、そういうのでもありだと思いますし、新規フェックの中の講座に誘導する場合は外部に誘導する必要は全然ないですけれども、新規フェックではなくてもっと違う、新規フェックとは違う何かバックエンドをお知らせするようなことがある場合は、そういったリンクもあります。特定の人だけ割引できる機能やクーポン発行、何日限定でそのクーポンを知ってる人だけっていうのはできます。まあ、この人って選ぶのはできないんですけれども、そのクーポンコードを知ってしまった人はね、変えちゃいます、割引されちゃいますけども、日にち限定して、それでクーポンコードをもう毎回変えれるので、そう、日にちとクーポンコードを変えて、で金額も変えて配るっていうのはできます。ドリップ機能はどのタイプのプランでしょうか？ドリップ機能は全てのプランでいけます。で、次はコミュニティ機能は複数の部屋分けとか個人スペースとか作れますか？コミュニティ機能はですね、料金プランによるんですけれども、プロプランとかであれば、いくつでも作れます。ただ、個人的にはコミュニティ機能を使ってなくてですね、すごく大きな会員さんとかだったら、コミュニティ機能を使われたらいいと思うんですけれども、私、Facebook グループとかいろいろ運営してますけれども、なかなかアクティブにするの、コミュニティをアクティブにするのって結構大変で、コミュニティを新規フィックだけで作っても、そこの中で皆さんが投稿してくれるようになるまでっていう、むちゃくちゃ時間かかると思うので、まあ、ぶっちゃけ Facebook の、秘密グループの方が、なんとなくですね、運用しやすいんじゃないかなと思います。ウェビナーのスケジュール管理機能、新規フィックの中でライブレッスンっていうレッスンがありまして、そこでいついつ何時にライブレッスンをやりますっていうような設定をします。そしたら、それとリンクされてる Zoom と自動でつながって、新規フィックの中でもスケジュールちゃんと整われるし、そして自動で Zoom の方にもスケジューリングがちゃんと設定されるっていう流れになります。期間限定公開。期間限定公開っていうのはできないんですけれども、登録した人が、例えば10日間だけ見れますとか、1ヶ月間だけ見れますとか、そういう設定はできます。すでに持っている会員データアップロードできますか？また新規登録した会員のデータ会員のデータ CSV にできます。持ってる会員データをアップロードは、プランによるんですけれども、バルクでアップロードしていただくことはできます。はい、私は手動で登録してるんですけど、上位のプランだったらできます。で、ステップメールアプリと組み合わせということ、どんなアプリと組み合わせできますか？なんかメールチンプっていうのアプリがあるんですよね。っていうアプリと組み合わせることができます。私はそこまでやっていないです。で、ちなみに私は、新規フェックの中でメールも配信しますし、それ以外のメルマガ配信システムで配信しています。会員と個別のメールのやり取りはできますか？できます。メルマガスタンドは別に必要ですか？これは、一応新規フェックの中でありますとまとめて送る場合は、新規フェックプロプラスグロースっていうのが必要なんですけど、そこで送っていただくことはできます。ステップメールがないっていうのと、それと送ったメールが残らないんですね。まだまだかなっていうふうに思っているので、私は他にメルマガ配信システムとを使っていて、で新規フィックの中で、限定した人だけピックアップして送るっていうのを両方とも使っています。新規フィックを使ってみたいって思われた方、アカウント作成の PDF を無料で配布しています。また、日本語のオンラインコースも作りました。ご興味を持たれた方は、ぜひ詳細をご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、またお会いしましょう。